皆さんこんにちは高山右近記念資料館の日曜礼拝にようこそ館長の奈良賢治です今日は詩編23篇の2節から寄り添ってくださる方がおられるということを見言葉から聞かせていただきましょうそれでは聖書を開きます詩編23篇の2節です 主は私を緑の牧場に伏させ憩いの右際に伴われます。以上です。詩幣23編は神様と私たちを羊飼いと羊の関係の中で羊飼いが羊のためにいかに振る舞ってくださるのかを記している内容です。 いよいよ2節から具体的に羊飼いがいかに振る舞ってくださるのかについて語られていきますここにある「緑の牧場にふさせ」と訳されている言葉は原点の中で語られている言葉として次のような意味がありますそれは羊の餌場となるオアシスなどに 羊飼いが羊を連れて行き、その餌場で安心して食事ができるようにされるという意味合いです。右際に伴われますという言葉は、羊飼いが羊を安全な水飲み場に上手に危険を回避して連れて行くという意味になっています。 羊たちを養うための牧場に羊飼いは羊たちが夜の間安心してん休んでいる囲いから門を開けて羊を連れて行きます。でもただ囲いから連れ出すのではありません。一匹や二匹の羊を連れ出すのではなくたくさんの群れとなっている 羊を連れて行くのですから、肉食の獣から狙われやすいのです。そのような危険を回避して、緑豊かな餌場にやってきて羊を養い、安全にくつろぐことができるための配慮を欠かさずに提供している羊飼いなのです。私たちにとっては、 聖書の神様こそがそのように羊である私たちに配慮してくださっている姿が描かれその配慮のもとに私たちは安心できるということが語られているわけです私たちの毎日は私たちを自分たちのものにしようと狙う悪者たちの声を絶え間なく 聞かされます。ずる賢い人たちの耳に触りの良い言葉におだてられて、ひどい目に遭ってしまうことがあります。言葉は目に見えませんから、それが良いことなのか悪いことなのかを判断することはできません。ですから、私たちを弱らせる声から、 私たちを神様がお守りくださって、目には見えなくても、弱い私たちの心に寄り添ってくださっておられるのです。私たちは私たちに寄り添って、ご配慮してくださるお方の声だけに従う生き方を考えていきましょう。お祈りいたします。 天の神様、あなたは私たちが安全と安心して毎日が過ごせるようご配慮を与えてくださるお方であることを覚え感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン